はいどうも皆さんこんにちは、キーボーディストの歌野です。今回なんですけど、ディッシュさんの猫をルーベン・ジェームス風にアレンジしてみたという企画になってます。よっ、この企画ほんと大好きなんですよ。まずディッシュさんの猫なんですけど、2017年からリリースが開始されてて、なんと今から約5年前の曲なんですよね。ですがその人気は後を絶たず、今もなお J-POP 人気ランキングの上位に入っていて、かなり認知度が高いですよね。最近では YouTube チャンネルの The First Take さんで、ボーカルの北村匠海さんがアコースティックアレンジで歌われたのがすごく印象的です。そして今回はその大人気なディッシュさんの猫をルーベン・ジェームス風にアレンジしてみました。ルーベン・ジェームスはイギリス出身のジャズピアニストです。彼はジャズの中でも分かりやすいおしゃれなピアノを弾きます。僕が彼に注目しているところは、ボイシングがジャズだけではなくネオソウル寄りのエモいボイシングを弾いているところです。もうボイシングの話なんですけど、かなりマニアックで、この動画だけでは語り尽くせません。詳しく知りたいという方はこちらの動画、ちょっと古い動画なんですけど、ボイシングをジャンル別で紹介しているので、ぜひご覧ください。これからルーベン・ジェームズ風にアレンジしたディッシュさんの猫を譜面と一緒にお聴きいただきます。動画の後半では今回アレンジする際に意識したポイントを解説しています。ポイントを押さえてご自身の楽曲制作に落とし込んでいただくと、ルーベン・ジェームズのようなおしゃれな音楽が作れるようになりますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それではお待たせしました、早速いってみましょう。レッツミュージック。
今回参考にした楽曲は宇多田ヒカルさんと大黒斉昭さんがカバーした丸の内サディスティックです。この楽曲にルーベン・ジェームスがピアノで参加しています。もうおしゃれなコード進行ですよね。 C オーバー E F マイナーですよ。さて、この C はどこから来たでしょうか。ちょっとだけ音楽理論、音楽用語を使うんですけども、C は F マイナーのドミナントコードです。C、ドミナントコードで解決先が F マイナー。Yeah。で、キーはもともと E フラットメジャーです。なので、この F マイナーというものは、E フラットメジャーのダイアトニックコードです。2度マイナー。よって、この C というものは、2度マイナー、F マイナーに向かうセカンダリードミナントになります。で、本来ダイアトニックコードって、小節の1拍目に置かれることが多いです。1、2、で、3、3拍目ぐらいに C7 です。本来このような形をよく耳にするんですけど、ルーベン・ジェームスが今回やってるのはドミナントコードから入ってるんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。いえ、しかも C のサードの音をルートにして半音上に解決しているように感じられるんです。粋なコード進行ですよね。で、ルーベン・ジェームスはこのコード進行でどういったボイシングをしているかというと、実はめちゃめちゃ単純なことをやってたんです。弾いてみると、ワン、ツー、スリー、フォー、イエーイ。実はそれぞれのコードにナインスだけを取り組んだボイシングをしていました。 C はルートが E です。こういう風になってますね。で、 F マイナー、ナインスがここになってます。そうで、マイナーサード、ラノフラット、この半音でぶつかってるのが本当ジャズですね。キーボーディストは僕も含めて音をたくさん積み重ねがちなんですけど、例えば C って言ったら、そんな中、ルーベン・ジェームスはあえてシンプルな音の積み重ね方をして、おしゃれなサウンドを追求しています。本当に勉強になります。今回参考にした楽曲には出てこなかったんですけど、ルーベン・ジェームスがよく使うフレーズを一つ紹介します。それがこれです。このフレーズはルーベン・ジェームスの楽曲にところどころ出てきているので、ぜひチェックしてほしいです。今回 A セクションはかなりこだわってアレンジしました。それはスペーシーな音楽にすることです。スペーシーとは空間的なという意味があって、ハーモニーや雰囲気を重視とした音楽を作る際に用いられます。スペーシーな音楽を作る上で今回3つのことを意識しました。1つはコード進行の中にあるコードの数は少なく、多くても2個。2つ目、コードは白玉系で空間いっぱいにハーモニーを出すことです。そして3つ目、これ雰囲気作りにすごく大事なんですけど、シンセのパッドやアルペジエーターを使うことです。
アコースティックでやる場合は、例えばドラムのライドシンバルで、まあ、リズムは刻まず、チチチチみたいな感じで、こういう風に音を出すと、スペーシーな雰囲気が作れます。これ本当大事なんですけど、フレーズやコード、リズムなどたくさんあると、スペーシーな音楽は作れません。今紹介した3つのこと、特にハーモニーやリズムを意識すると作りやすいです。今回も実はたくさんリハもしていて、原曲のコード進行って落ちサビでしか使ってないんですよ。今回はサビのポイントとなる部分だけをピックアップして解説していきます。原曲のサビのコード進行は2種類ありまして、1つはそしてもう1つがに1度メジャー、E フラットメジャーに解決するようなコード進行となっています。なのでアレンジする際のちょっとしたコツなんですけど、メジャーキーだったらマイナーキーにすることによって雰囲気がだいぶ変わります。なので E フラットの平行調っていうちょっと音楽用語を使っちゃうんですけど、 C マイナーを主軸としたコード進行を作りました。今回このサビ部分のアレンジをした際に使ったコード進行は2種類あります。一つは4-3-6進行、そしてもう一つが C マイナーから繰り返するコード進行です。こちらも C マイナーが主軸となってますよね。すごく暗めの雰囲気です。サビが明るめの、まあ、E フラットメジャーなのでこういう進行なんですけど、ちょっと暗めな雰囲気。アレンジする際は平行調を使うことでガラリと変わっていくので、ぜひ使ってみましょう。ということで今回はディッシュさんの猫をルーベン・ジェームス風にアレンジしてみたのですが、いかがだったでしょうか。解説中に紹介した押さえるべきポイント、これさえ意識しておけば作曲やアレンジにかなり反映されると思うので、ぜひお試しください。以前こちらの動画でユーリさんのシャッターをアレンジしています。今回と同じく音楽を作る上で大事なポイントを紹介しているので、まだ見られていない方はどうぞご覧ください。そして今後もこのチャンネルでは作編曲ジャムセッションキーボードに役立つ情報を面白わかりやすく発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございます。僕のチャンネルでは楽器や音楽ジャンル、その熟練度を問わず、いろんな方にできるだけわかりやすく音楽の楽しさや面白さをお伝えしています。もしこれから本気で音楽を学びたい、おしゃれでかっこいい音楽を作れるようになりたい、セッションに参加できるようになりたいという方は、僕のオンラインレッスンがおすすめです。僕のオンラインレッスンでは画面共有機能を使って生徒さん一人一人に合わせた譜面をリアルタイムで作成解説します。もちろん作成した譜面は無料で受け取れます。音を直接見ることによってより理解が深まることは間違いありません。さらに録画機能を使ってレッスンの見返しも可能です。受け取った譜面を照らし合わせながらレッスンの復習を行います。そして対面レッスンでかかっていた移動時間や交通費などのコストを大幅に削減できます。ご自宅からはもちろん世界中どこからでもレッスンを受講できます。現在僕の生徒さんの中には音楽をやったことがない未経験者の方から作曲家さんやキーボーディスト、またはギターやドラム、ベースといったキーボード以外の楽器の方まで様々な生徒さんがいます。僕の YouTube チャンネルにある動画をご覧になって少しでも気になった方は、まずはお試しに体験レッスンからご検討ください。レッスンの詳細やお申し込み、お問い合わせについては僕のオフィシャルウェブサイトをぜひご覧ください。そしてあともう一つあります。絶賛配信中の無料メルマガ講座では、今流行りのコード進行から定番のコード進行までなんと30個以上紹介しています。音楽理論を交えたボイシング解説もしていますので、
より深くコードについて勉強することができます。こちらのメールマガジンは無料で登録できますので、僕のオンラインレッスンにご検討中の方や作曲やアレンジにお困りの方はぜひ登録してみてください。皆さんのご連絡を楽しみにお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。